薬回で死の宣告を回避だ。よーし、やっぱりありものをすべて売ります。全部万能薬のためだ。身を切っていくぞ。あとは金になるもの、これもいらない、全部いらない。荷造りとか、お前いいか、近辺を身辺整理しとくんだ。うちたちで絶対に親に迷惑はかけない。よし、これで万能薬を買うぞ。万能薬だ。薬品とかの方がちょっと処理いいんだ。そんなの全部だ、もう全部買え。そして全部万能薬買いにする。これで積むかもしれないけど14個まではいいだろ。これでセーブする。スロットをずらす。さすがに。スロット2にセーブをする。世界線を大胆に書き換えて。よしよし。で、スコールの体力もマックス。これでいける。ジャンクションも入れ替えてるはず。オッケーオッケー。なんかリノアベガばっか魔法持ってかれてたから。でもダブルはもういらないかもしれないけど、分散させとかないと一気に全部持ってかれる可能性あるから。リスク管理のためにこのまま行く。よし、勝ったな。いらないいらない。よーし、頼む、いい引きで頼むよ。いいね、引きいいじゃねえか。急にこれトリプル、いやダブルでいい。かわいい。来た来た来た、トンベリちゃん来たよ。虹寄ってきて、プッス。なんかこうすごいチクチク言葉言って帰ってる。とんでもない害悪っぷりなんですか、メンタルブレイカー。でででで、来た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 。でリナーベが今ケアルできなかった。カーソルもっとでかく赤いのを上に表示してくれ。よしよしよかった。本当に名前、あーリナベが言ったけど大丈夫です。トリプルでブリザが連打します。スコールもダブル打って連打します。アイテムで万能薬回、万能薬回をリナベがかけて死の宣告回避と。これでいける、これでいける。レキステス様もひたすらに回復。明日持ち越しかも。コンフィはいいわ。あー S ならどうなるかいいよ、置いといて。やっぱりどうにかしとくか。よし、 DF これ蘇らせらんないのか。さすがに強すぎるもんな、アイテムでリターナーとか使った。何しとーん狂ったろあの女。誰だ、ガッチャマン助けてくれ。一回20分ぐらいかかんないけど、ネジキじゃんもうこれ。わし絶対ネジキくらいこれ苦戦させられてるって。あぎゃー、これシェル切れてるもしかして。そんなわけないですよね。いやもうブリザーで押す。スコールが回復しろお前、あぐらかいてないで。マジで HP16 万じゃねこれ。おいたん出していい、おいたん出しても効かなすぎだって。おいたん誰持ってる、おいたん持ってる人一回出してみよう。トレアンドエラー水ってももういい、そこら辺は詰め寄らんから。各自自分で考えて自分で動けよ。私の脳みそじゃもうこれ処理できない。頭おかしくだろー。あー回復するか。一発耐えてくれ、おいたん見してくれ、夢見してくれ。私に、私の夢はグラおいたんなんだから、そこらへん頼むよ。おいたん負けてんじゃねえかてめえ。マジマジこれ、マジでこれ、もう本当にみんなこれクリアでしてきたのこれ。
これイージーにして、イージーとかある、これ短期決戦の方がいいですよとか言って、長期決戦強いられとるんですけど、これアムヒナモリっていう名前がさ、なんか敵を強化する暗号になってたりとかっていうわけじゃないよね。半剣に触れてるキャラクターの名前はダメですみたいなさ、ゼルダとかにしてたら超弱くなるみたいなないの、これなんか下に見てる企業ないの、スクエアエニックスってレベル5以外なの日本一ソフトみたいな、あそこら辺、あそこら辺は下に見てる、あそこで名前変えてやればいいの、わしはどうすればいいのこれ。シェル巻くよ、じゃあ一回ね、シェル巻くよ、シェル巻いて、これダメだったらどうすんのね、誰が責任取るのこれ。ジーフ撃つぞ、もうこのままだ、ガチャ開かねえだろ、これ。やったー、あー、そんぶきつける、頭おかしくなるとこだったって、沸騰するとこだったさー。前置きはあれだ、今度は私ガムひなもりにジャンクションしよう、それどころじゃない、もうこれで今日こそなかったらもうマジでやめる。脅してんだからな、てめえ、てめえの身体がどうなろうと関係ねえんだよ、やめてやるからな、絶対に。聞いたことなーい見た目ー、ママーっ、よし、シェルは間に合ってる、シェルムの前にゲアル巻いてもよいやってだ、よし、まあまあ皆さんお待ちかね、攻略サイトで何が効くかを見る時間ですよ。ジャンクションは召喚されたヘリックスはすぐ倒す、上半身のみ状態の猛攻に注意、ヘリックスはすぐ倒すこと、メテオやアルテマなど強力な魔法を使用してくるので高 HP をキープしつつ早めに決着をつけよう、ヘルジャッジメントを受けたら即回復、アポカリプスをドローでしようかの、アポカリプス、ヘルジャッジメント18% 以下だと逆さずりのアルティミシアがアポカリプスを使用してくる、強力な魔法なのでドローして使用することで大ダメージを与えることができる、 30% 以下になったらね、 30% 以下ってどうやって追いやるの、まずそもそもここにたどり着くまでの過程見てほしいわ、マジ2時間ぐらいかかってるから、ちょ、どうやってやんのよこれ、もうマジでヘアーちゃん、やっぱ、ね、扇風機つける、中でつけちゃうからね、いつもジャグだけど、強い、強すぎるよねこれ、アドバイスください、厳しいかな、ショックウェーブパルサに耐えられないほどの低 HP ではダメ、セルフィーのジエンドでもいいんだけど、その形態のバトルが終了するだけでアルティミシア戦が一気に終了になるので、ここはさらに元の世界に戻りますと、そして必要な魔法やアイテムを作る、持っていないものが必要になります、さての時はジャンクションをしっかりするバトルを楽です、殲滅を何回も受けその準備を加えて再挑戦を、何回ギリギリでした、運よく倒すことでした、なるほどな、ちょっとエンディング名だけ、ちょっとエンディングに流れる曲名だけ今ネタバレ食らったな、これだこれ、メテオのトリプルだけで倒せる、しかし何かする大事な魔法が異空間に飛ばせる可能性があるからね、オーラを使い特殊技で手短に、オーラ挨拶じゃねえのオーラって、いやメテオ、メテオは思い出した、ウィッチだ、ウィッチが使ってんだメテオ、ギルガメッシュ相手昔聖戦の薬を使用した、効果はパーティー全員に無敵です、聖戦の薬、とにかくメテオを打てって書いてあるけど、メテオ、メテオ、メテオ、一回メテオがあるかどうかの確認があります、あるかないか、勝手に踊ってるか、勝手に踊ってる、これはない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 、そんな問題、あー、これ何がきついってさ、倒したまんまにしといてくんないんだよな、ほっといてくれればいいのに、すぐ世話焼きに来るから、誰かでもメテオ持ってた気がするな、いったー、なんだ GF による、逆にだけどここら辺でメテオ、なになになに、ちょっと待って、まずメテオがあるかどうかの確認が入ってるんだって、今バイオ、ホーリーとかはどっかで見たけどな、そうですね、あ、言うとしたらそう FF8 ここで終わる、これマジで失踪するかもしれない、この横のやつから倒せというお達しを受けてる、ここにメテオストーンがあるはず、オーラ、フレアストーンはある、アルテマストーンはある、メテオストーンはない。
始まったら決めよう。 GF が GF 出すと鉄槌を食らう。そんな怒りに振るの、マジでなんで最終局面でさ、こんだけ長く連れ取ってきたさ、何倍にも存在することが言う。 52? ヘリックス、いやマジでこれ軟骨ピアスに刺せるやつでしょ。ヘリックスも軟骨のワードロスだ。なんか最後にチャラついた研究員みたいなやつがなんかシャシャリ出てきやがって。誰なんだよそいつ。エンディングで拝めるんだろうな、そいつの名前。春夜とかいう名前じゃないの絶対。もういい、もうだがだが見応えのないこのオブジェクト、なんなんだよ腹立つな。弱点言え弱点、どうやって攻略すんだよ。くせかー飛行モンスター。弱点も書いて、ラスボスでこんだけ強くすんだったら普通弱点くらい書くだろ。おかしいよこのゲーム、一卒さしっぺくらうから。おっとメテオがやりましたよ。メテオがあるじゃん、こんなところにあるって言ったんだよ。だから私何も間違いじゃなかったぞ。起死回生の一手になりうる。これ撃つしかねえ。3発誰が持ってたんだ。しかしメテオ、やばい、誰のメテオだったんだ。キスティスさんのメテオだった。おー、そんな効かんのじゃけえ、そんな効かんのじゃけえの。脇っちょのやつらを倒せないともう話になんないんだけどな。46とかしか効かない。一回ホーリーももう気持ち程度に打ってみるか。いってもうホーリー合戦だこれ。あじゃ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 だからなんでこんな魔物の癖してホーリー弾き返せるの。あとはもうメテオがどこまで効くかよ。ほら入んねえじゃねえか、ラスボスよ。優遇されすぎたらこんだけ強くてデバフもかかんねえ。なんだよ。マジもう、だろこれ、制作陣のよ。あんだけ強えラスボス作ってやったぜ、みたいな。なんで見せつけんじゃねえ。最後くらいとっとと終わらしてさ、もう分かってんだからオチが、どうせ助かるっていうオチは見えてんだからさ。付き合わせんなよ、それ。公の場でやることじゃねえだろ、マジが。あ、でもよろしくね。なんて言ってますが、やりますよ、もちろん。作ってくださってありがとうございます。私の対策が甘いのが悪いんですよね。分かってるんです。自分のせいなのは分かってるんですが。浮いてるせいなんだよね。地面に突き落としますみたいなやつないのこれ。高いところから低いところに突き落としますっていう技、ないので、オーリーじゃない、フレア。フレアは X にぶちまける。もうとにかく左右のやつからやっていかないと、何か強化がどうこうみたいな、まあ、よく聞くやつですもん。危なーっ。あまりにも硬すぎるだろ、右のやつ。もういいて。もうくたばってええって、マジで。何が不満なん、逆に。あ、いけ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 。こんだけやっても右のやつ死なん。フェリックス急所を狙ってほしいんだよね。中心部らへんにさ、金属って急所あるだろ。そこらへんついたらパキッといくもんなんじゃねえ。なんなのこれ。図書館しても一個も弱点わからんし、こちらの弱点を一方的に突かれるだけ。いや、もうダメだ、拳突き上げよう。気が狂いそう。
悪いけどやるよ。間違えて中央に攻撃しちゃった。うわー決まった。もう終わりでいい、終わりでいい。もうごめんなさい、ごめんなさい。もうこんなやり方しかできなくてごめんなさい。でもこれ、これなんです。私の戦い方ってこれ、ことなんです。これしかやってこなかったんです自分。これ全部ことが済んできたんです。実はすいません、すいません。だってこれもう一方的に殴ります。すいません、もうやってらんないですマジで。いやいいんですけど、私がこのまま感動的にさ、このまま努力して掴み取りましたみたいなやったっていいんだけど、こっちも今を生きてるの。もう一生こっちのターン。ストーリーを見るためだけに用意されたこの要素は、つまり使ってもいいと思う。制作陣が配慮してくれてんだから。リマスターでちょっとおかしな調整入ったんじゃないの、さすがに。ジェロピスタ強まい。最初からずっとこれでいい。やるしかねえんだ。相変わらず横のやつ強すぎるだろ。よし、エリックス一体倒した。もうエンディング見させてくれ。頼む。もう情に訴えかけさせて。大変申し訳なくは思っている。でもこうするしかなかったんだ。これが救済措置ってやつなのよ。この前 FF8 打ち切りになるか、私が腹くくってヘリックスに対して拳を突き上げるのどっちかだったら、もうこれしかなかった。これ一本しかやることがなかった。仕方ないんだ、親も帰ってきた。巻きでやりたい。さすがにこっちも全然死なんでも、普通にやってたら何時間かかんだこれ。もう淡々とやるわしは。はいはいはい、終わらせてください。すいませんでした、こんな汚いやり口ですいません。でももう鬱憤を晴らさせてくれ。お前らが撒いた種だ、この救済措置のおかげで。私はお前たちが用意したこの、もう暑いんです部屋、絶対27度あるこれ。自分の熱気に負けてる。あ、ビチャビチャしてきた膝の裏が。すいません、でも許してください。あんたらが用意したんだもん、仕方ないもん。扇風機つけちゃうもん。ポーション使うか、なんかもう使わなくていけそうだなこれ。全然リノアベガのガブラ乗ってきた急に。あ、勢いついてる、勢いついてる。うちらうちら最強じゃん。いで、よし、スコールが回復要因です。ケアマネージャーです。あとエレンだ。よっぽどのことがなかったらこれで押し切れるね。5000キープくらいで目安 HP。 それでどうでしょう、手打ちといたしてくれませんかね。3000だもんね。やったー。終わった、終わった。途中ズルしたけど、もう言うとズルしたけど。動こう動こう、扇風機つけさせてくれ。あー、効いてる効いてる。ちょっと待って、一回ちょっと5分ほどいただいても、5分ほどいただいてもよろしいでしょうか。よし、くそ、はあ、雪かな火山灰かな、どっちかな。音量上げます。終わったのよ戦いが。エンディング流してポチッ。何、終わったでしょ。いいえ、上げて下げんな。終わったんだ全てが。時間圧縮が終わり、そして時は流れ出し、空間は元通りに、広がる大地、広がる大海原が戻ってくる。え、何この奇怪なピエロ、星のカービィでやっててくれ。もう終わったんだ戦いは。マジでまだあんの。全ての時間を圧縮し、
全ての存在を否定しましょう。じゃあ証明し直してください。誰か、私にはもう手が負えませんし、本領戻します。うごごごごごご、まだやんの。飽きた、ちょ飽きた、 FF8 飽きた、やめたい。ママセーブしてこれ、一時中断しかないの。ベックセーブとくジェロピスタ決めた。これこんな時でもジェロピスタはみんなの味方だった。やばい。